どっちありよっす。さっきまで寝てたんですけども。今日は、ヘアメンテに行こうかなと思ってます。ちょ、声もおかしいですね。はい、ちょっと寝起きです。勘弁してください。はい。昨日朝まで飲んでましたんで。はい、ヘアメンテに行こうかなと思います。約1ヶ月ぶりですかね。1ヶ月ぶり、ちょうど1ヶ月くらいかなとはいうふうに思いますが、もう皆さんね、普段見てる通り結構またこうボリューミーになってきて、ポカーンみたいな感じになってね、昨日家で火事ありましたかというか、そういう感じの頭になってしまっておりますから、チリチリというか、もうボーンって感じなんでね、ちょっと今回もちょっと迷ったんですよ、パーマかけ直すかどうかっていうのは。でもまあ今回一応ちょっと一回まあパーマかけるっていうのは保留にして、ちょっとまたこうヘアメンテですかね。はい、ちょっと全体的にちょっと長さ整えつつの量を減らしてっていう感じで行こうかなと思います。だからイメチェンとかないですね。僕結構これ気に入ってるんですよね、今。すごい気に入ってるんですよ、この髪型。うん、結構気に入ってるんで。まあちょっとそんな劇的ビフォーアフターはないと思うんですけども、まあちょっとヘアメンテしてきめーす。ちゅうことでね、ヘアメンテ行って、1日明けまして、今動画撮ってますから、はい、ビフォーアフターのアフターをお見せします。3、2、1、ポーン。どうですか？はい、だいぶ軽くなってね、わかる？すっげえ軽くなったんですよ。もう、多分ね、僕の感覚ですけど、毛量が2分の1くらいになったんちゃうかなっていうくらい、結構行ってもらって。いやー、軽い。本当に。もう指通りとか、あとはこう、頭洗ってる時とかの、もう、その感じがもう、全然ちゃいますわ。これは。楽。はい。もう、ここら辺ボーンだったのがね、だいぶ抑えられたかなというふうに思いますから。どう？いい感じやな。いい感じやな。ちょっとこうね、グロッシーな感じというか、はい、ちょっとセクシーな感じになったかなというふうに思います。非常にいい感じかなと。はい、長さはね、ほとんど切ってないです。長さほとんど変えずに、軽さだけバシバシいってもらって、はい、ちょっとこうどうすか、ウェットな感じの、いいじゃん、いいよな。いや、毎度いい感じっす。はい、かっこいいかなと思いますよ。はい、かっこいいですね。いい感じだと思います。なんかで、まあ次病院行くときにパーマかけ直そうかなと思いますね。はい、どうや、こう良くないですか。耳かけもありかな。はい、ああ、いいや。ありっすね。まあどっちでも。はい、もうさ、髪切って、こう、切って落ちた毛がさ、こんな、なんかもうほんとスチールウールみたいになってて、なんか本当に、プードルの、トリミングした後みたいになっててね、おもろかったですね。もう、これで、切ってね、落ちた毛を見て、いや、俺こんなにね、こんなに頭にとっつけてたのかと、非常にね、びっくりしましたよ。あんな、こんなモコモコになってね。うん、ああ、こんなの頭についてたのか俺と思って。
非常にさっぱりすっきりしていいかな、うん、いいでしょう。いいな、この軽い感じもいいですね。そうそう、結構軽くしたかったんですよ。結構ガッツリいったから、軽めで、うん、軽めでもうちょっと透けるくらいにしたろうかなみたいな風に思ってて、ほんとそれくらいいったったっすね。重いなっていう印象はないじゃないですか。もう非常に軽やかな、うん、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが描く巻き毛みたいになってます。わかるかな。ごめんごめんごめん、今ちょっと出たな、悪いとこ出た、文化度の高さが出ちゃったな。レオナルド・ダ・ヴィンチが描く巻き毛みたいになってます。これはこれ、あのそういう髪型ですから、あの言いました、オーダーする時も。すいません、あのダ・ヴィンチが描く、あのレオナルドが描く、巻き毛みたいにしてもらっていいですかということで、やりましたから、皆さんもそう、あのもしね美容院行く時オーダーしてみてください。ダ・ヴィンチが、レオナルドが描く、巻き毛でお願いしますということで、はい、あの知ってますか皆さん、レオナルド・ダ・ヴィンチというのは、そのね巻き毛というのはね、このくるくるとカールした髪が大好きなんですよ、あの人は。はい、そこにすごい力を入れて描いてたんですね、この巻き毛というの。まあまあ結構フェチみたいなところあったと思うんですけど、その立体的にね、ほんとホワホワホワっていう、この質感まで伝わってくるような、まあ筆使いでですね巻き毛を描いておりましたが、それです、これ、レオナルド・ダ・ヴィンチの巻き毛ということで、はい、それ髪型です、これ。ダ・ヴィンチが生きてたら描きてんだろうな、これ。ダ・ヴィンチが生きてたらお前描かしてくれって言われるな、これ。ちょっと待てと。お前ちょっとちょっていうことで。店、こうね、すれ違った時に、僕歩いてて。ちょ、お前ちょっと待てと。お前なんでその、お前巻き毛がいいなと。素晴らしいの、ちょっと描かしてくれやということで。時代が違っていたら、もしかしたら、ルーブルにね、僕の絵が飾られていた可能性もこれはあるなと思いますよ。モナリザの横くらいに、うん、松本みたいな感じで。モナリザと松本みたいな感じで。これ書かれてた可能性は非常にありますね。時代、まあ、ダ・ヴィンチが今、現代にいるのか、あるいは僕がそのね14世紀とかの、イタリアあたりでブラブラしてたら、これは、はい、ありますわ、はい、ルネサンス系の頭髪型です、これは、はい、皆さんちょっと勉強してほしいんですけど、はい、まあそんな感じで髪型の話は終わりなんですけど、これ、そうそう、皆さん、これ、この間紹介したじゃないですか。蓋ありましたね。僕が見過ごしてただけなのかな。黒だからちょっと見えにくかったのか。それとも、ちょっとその時にはまだね、その、俺が言ってる、よく言ってるセブンにはまだこの蓋が届いてなかったのかちょっとわかんないですけど、黒ありましたね、やっぱ。あるよな、そりゃそうだよな。このボディの色にこれ、やっぱ蓋は黒やな、というふうにはやっぱ思いましたよ、僕も。うん、まあ今日も買ってみてるんですけども、まあまあまあ美味しい、美味しいは美味しいですからね、普通に。だからなんか思うけど、なんかドトールのコーヒーとかよりうまいと思います、普通に。ドトールのコーヒーよりうまい。この間久しぶりにドトールでコーヒー飲んだんですけど、ドトールのコーヒーよりうまいな、普通に。下手したらタリーズともいい勝負するかもしれない。タリーズがなんか最近というか、最近なのかな、ちょっと前に飲んだらなんか全然美味しくなくなってて、あれタリーズこんな美味しくなかったっけと、うん、なんかシャバやみたいな、あれみたいな、これ作って3日くらい経ってますかみたいな感じの、こう味が落ちてましたから、風味と。その瞬間にやっぱこうコーヒーチェーンみたいなのだったらスタバが一番うまいなという風に僕の中で結論が下ったんですけど、タリーズともいい感じの勝負をするんじゃないですか。高いしな、タリーズな、その割に下手に高いじゃん、大してうまくねえのに。まあ僕が言ってる、その言ったね、そこがたまたままずかったのかわかんないですけど、うまくなかったのかわかんないですけど、うん、まあいいんじゃないですかというふうに思います。はい、そんな感じですね。